はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いしまーす。はい、トミーでーす。ハンダでーす。キッソンでーす。キッチでーす。キッチ、あっちの画面あー、お前そっちに。キッチでーす。はい、キッチね。はい、キッチ。ということでね、今回ちょっとなんか作る系をねやろうかなと思いまして、今までちょっとなんか作っといてみんなで遊ぶみたいなのが多かったんですけど、ちょ今回は作ってみようかなと。みんなでなんか一つのものを作るということで、はいはいはい、ね、まあちょっと変わったものを作りたくて、なんか YouTuber やってたらさ、やっぱ自販機ちょっと気になるじゃん。おマイクラで自販機を作るっていうのと、なんかいろいろ調べたんだけど、自販機はもういるのよ、作ってる人。正金さんとかやってた。結構いろんな人が自販機やってて、でもまず相当難しいでしょ。うん、でなんか自販機だけじゃなくてなんか無限になんか出したりし、あとなんかマイクラっぽく言うとなんかゾンビが出てくる自販機にしたの。はい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 、ゾンビが無限に出てくる自販機を今日作りたいと思う。マイクラでしかできない自販機。そう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 、はいはいはい、ちょっとおもろいかなと思いまして、うん、やったこともやりますか。はい、あ、そうやってトミーが教えてくれるわけね。うん、まあもう僕も途中から手伝いますけど、なんかこう、うん、視聴者さんにこう伝わるように。あ、いいじゃん。いい感じってことでしょ。これでこっち側に横に。そうそうそう、なん僕の目の前なんで、今4つ、そこ9並べちゃって、B さん。これじゃないんだ。これ光るやつだ。光るやつはね、後々使うんで、ちょっと白いのでいきます。ごめんなさい。はい。え？3、2、4、5、4、9、OK。はいはい。ん？ここに入ってるわけじゃない。はいはいはい、あ、いいですね。え、この感じで、この4でいい。あ、いいんだっけ。あ、はいはい、オッケー。すげえ。もちろんね、今ね、はい、クリエイティブモードなんで。あ、そっか、上からの目も。まあ、この大きさで上に立てていきます。めちゃくちゃでかいわけじゃないね、だから。まあ、ただまあ人間界の自販機よりは比率はめちゃめちゃでかくなる。そのぐらいになってるから、ね。はい。で、上に伸ばしていくと。うん。14個ぐらい。うん。14個。そう、4つ角を伸ばしていって、じゃあ。3段ぐらいで、まあ大体でいいんで、ガラスをつけていってください。はい。じゃあ、俺、側面ちょっと埋めてっていい？うん。じゃあ、P さんがじゃあガラスやって。OK。で、キーチは下の、じゃあ、この奥側を、じゃあ黒で。これ本当にさ、マイクラをやってる人見てたけどさ、うん、すげえよね。そうね、うん、想像力みたいな試されるよ。で、あ、そう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 、で、下も黒してて、あ、よいしょ。はい、側面いきました。あ、すごっ。側面ね、力仕事だから、ただのまあこれで、まあ、ジャンキーの奥行きこんな感じですよ。で、裏が今、うん、こうなってると。今まだあれだね、やってない自販機みたいになってるね。そうね、まあ、まだ全然何にもないんで。で、じゃあここにね、うん、構想上段を白いブロックでこう、うん、3段に分けて、うん、ああ区切っていくとんですけど、なんか多分なんか自販機ってなんか発酵してるじゃん、うん、発酵してるから、その段はなんか段々でこう区切ってったら、うん、あ、そういうことだね。そうするとなんかガラスがいい感じに発酵して、うん、お、1個で全然いい。いいじゃん。おー、いい、めっちゃいいじゃん。それを今ランタン置くと、こうなんかショーケース感というか、そう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 、いいね。はいはいはい、これなんか上下で、あ、これは一列だけでいいの？これ、あ、上のだから蓋も一応じゃあ、これでいいしますか。はい。じゃあ待って、蓋やったら上が光っちゃうかな。まぁ、ちょっととりあえずそれでやってみっか。はい。まぁ、でも綺麗だよ、結構。OK。はい。で、あ、ここまではいらないか。そこは白でしょうか。普通なんですけど、うん、で、なんか自販機どこまで光ってたっけ。てっぺん光ってたっけ。てっぺんは光らせてる。でもなんか場所になってる。でもなんかこれはこれでいい。確かにこれはありだな、うん、
それなんか区切ってなんかゾンビ入れていけば、はいはいはい、前から見たら濃くなるかなっていう。そしたらこの段のところは白にするよ、このライトの後ろ。そうね、確かにゾンビ落ちちゃうかよね、多分多分一列だけだと落ち、まあなんだろう。でも後ろさ、明るくしてみる一旦。なんかまあ明るす、あ、それゾンビ死んじゃうかな、そんなに明るくしたら。いや、ゾンビ焼けな、太陽の光がなければ死なないかな。こうやってやってく、で、中にゾンビ入れて、区切ってみる。そうね、ちょっと引きで見てみるわ。いやでも、そんなに光りすぎてないから全然それでいけそうだな。そう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 、うん、で、ゾンビ入れの、うん、なんかガラステンション上がらない、やっぱりガラスね。ガラスめっちゃ綺麗だな。うん、あ、初めマイクラ見た時これガラスって分かんなかった。確かにね、竹かな、白い竹かな。なんか雨降ってた。確かに、もう今ガラスにしか見えない。え、誰かちょっとゾンビ入れて。オッケー、すげえ。これで出すと、おー、出た出た、ゾンビ出たぞ。うん、なんだよ、危ないよ。で、ゾンビ囲える。あ、やばいやばい、ゾンビいっぱい出ちゃってる。1体で1体でいいよ。めっちゃやばいやばい、反応が遅くて出ないなって思ったらいっぱい出てきた。あ、1人帰った。やばい、めちゃめちゃゾンビいるじゃん。一つのところに後ろにどんどん陳列されてる。ストちゃん、めっちゃ強い人いる。え、ちょ、いや、落とせばよくない。あ、じゃあこれ、わかったわかった、俺行くわ。これだ。あ、おお、うまい。あー、再利用。そうね、そいつまた押し込めばいいかな。こうだ。なるほどね。でもこうやってやっていくしかないよね。いや、一体もいなくなってない。一つのブロックに 2体乗っちゃってたからさ。で、ここに P さんちゃんとやれば。なるほどね。下俺やっとくよ。P さん、その一番上にゾンビ1体置いて。ちょっと待ってね。ゾンビがもう自販買いたそうにしてたとしたら。あ、キーチ置いてくれた。で、それでキャッキーチ、そこの後ろにランタンで塞いで、いてある。前から見て、これでゾンビが陳列されてたらいいわけだ。いいんだ、そういうことね。あ、こういうこと、こういうこと。背中向いてるけど、まあまあまあ、みんながそっち側にいなくなれば。確かに確かに、これを全部やっていく。はい、お、いいよ、前から見た感じで、そういうことだよね。合ってるよね、俺。うん、そう。で、これを入れて、ゾンビとゾンビの間、そう、うん、あ、4体入ってるな。前から見るとちゃんとゾンビ陳列されてるぞ。マジで。おお、品出ししてるからだよ、後ろで。ね、後ろでちゃんとゾンビ品出しされてる。ガラスじゃなくてさ、白にする。ん、ゾンビとゾンビの間の区切り。あー、どうなんだろうね。え、でも、あ、後ろ光りすぎ、これだと。なんか、白くないの。そうね、じゃあさらに、あー、でも意味ないか、これ白よ、これ。あー、これが今下の段白でやってる。光りすぎちゃってるってこと。そっちの方がちゃんと閉まってる感はあるかもしれない。なんか、いや、っていうか、もう光るブロックの模様がですね。あー、この後ろのところは白のままがいいんじゃないかってことね。ちょっと白でやってみる。あ、逆にカント今下白でやってる。やってる。あ、残ってんじゃん。残ってるね。昼間もちゃんと、昼間も営業してるじゃん。あ、でも遠くでも燃えてるやついる。あ、いい、燃えろ燃えろ、遠くのやつらは。これで、助け行こう。ずっと置きに行けるわ。ははは、助け行こう。でね、やっぱ夜の方が自販っぽいね。最後夜で見たいね。うん、で、今の感じでゾンビ置いてみて。あ、でもやっぱどうなんだろう、夜だじゃないか分かんないな。後ろの壁何色がいいんだろうね。え、あとここはさ、閉じない方がいいね。うん、ここ閉じない。2段目のガラスのところ後ろすごいキモいことになってるな、今。なんか、縦列を、うん、そのガラスの部分の背景を白にはしたんだよね。うん、ボコって出てるところで。ただなんか、まあ何が、どっちがいいか、ここがガラスの方がいいのか。まあまあまあ、なるほどね。ゾンビじゃないところ。はいはい、確かに、ちょっと前から見てみるか。あと夜じゃなきゃ、そこわかんない。え、でももう夜にできるんでしょ今ね。全員陳列した。オッケー。じゃあ夜にしてみる。もうどうせもうゾンビ足りてるから。これ何でこいつ、ん、え、ゾンビ足りてるから夜にしてみる。じゃあ一旦、うん、夜にしたんで、ちょっと試しに背景やってみますね。そうね、背景何が一番映えるかだよね。でも結構だいぶもう自販機っぽくない。うん、ちょっと今
2段目ちょっと見てて、ここはガラス埋め、白で埋めたとか、うん、あんま違うがないか。確かに。まあもう、え、Pさん上は何色でそやってる？それん、上はあれよ、その光、天井がちょっと光ってるやつで、周りは、白だと思う。そんな変わんないかもね。でも3段目はこれ光るやつ、全部光るやつだね。だよね。何がいいんだろうね。とおどろおどろしいこの自販機めちゃめちゃ泣く自販機だね。まあでも明かりのやつでも良さそうな気がする。そうだね、明かりにしよっか。じゃあ全部白1列で、ってことはここもガラス上はここ、この壁になってるところが光るやつ。そうだね。うわ、すごいぞ、前から見たら。めちゃめちゃゾンビの、かなり立体感が出るね。で、これでここから、あの、いろんなね、あの、自販機を作る、ちょっと前から見たんですけど、まあ、どうやって、あ、いいね、Pさん、ちょっと、絵貼ってくる。ちょっとそこにさ、なんかで、いろんなね、あの、マイクラ実況のね、あの、やつを見て、あの、なんかさ、発射装置のボタンをつけて、こう、なんかさ、弓矢とかさ、花をこう、パッて出してる、あれを上に向けてポッて召喚させれば、その前に人がいれば、ポッてゾンビを出現させて、前に来るんじゃないかなっていう。確かに確かに。結論に至りまして、発射装置をここに作っとくと。そうね、このボタンと一緒に発射装置を、あ、下のだからあれがちょっと広いか。これが出てくる口なんで、左側を開けて、うん、右側にボタンつけるか。そしたら今キイチがいる側にボタンつけて、はい、で、カンタがいる側にポッて出すような形かな、Pさん。こっちか。そうだね。作れるんですよ。まあ、4人でくっついてる。はい。すげえ。うん、うん、いいね。え、すげえ。あ、キイチ、その上の一段白く、すっごいロナウドみたいな登場してるんですよ。ん、どこ。あ、いいじゃん。いや、いい感じ、いい感じ。買いたくなくね。もう一個。死にそうじゃね。あ、いや、まあ、ゾンビのジャンプとか考えたらね。うん。イメージが合ってるね、この広告。すごい広告貼られてない。そういう。渋谷の治安悪い地域にあるさ、なんか。あれもいいよ、下でも。こうして、あ、大丈夫、できる。こうして。ああ、引いてくれてる。これね、発射装置のね、かい、火薬。サバイバルで押せづらくなっちゃって。あ、じゃあいいよ、下で。あ、でも。押せば、いけるか。あ、押せなくもない、大丈夫、いける。うんうん。まだ自販機っぽい装飾をしていくだけだね。どういう、めちゃめちゃでかい広告貼ったやついるじゃん。あれはやばいだろ。おい、ゾンビ隠れてんじゃん。ゾンビよりおどろおどろしいものが出てんじゃん。飲み物買いづらいだろ。どうなってるこれ。え、このさ、広告みたいなやつはさ、ランダムなの。ランダム、これランダム。あ、キイチ、じゃあさ、はい、ゾンビの人に下に一個一個さ、スイッチさ、聞かなくていいからつけてくれね。はいはいはい。ああ、それっぽくするから、ね。そうすると多分。まあでも全部ゾンビなんだけどな。同じ飲み物が。同じ飲み物のさ、じゃあ。あれなんでなの？なんか。こんくらいシェア誇ってますみたいな感じ。めちゃくちゃだから仕入れてますって。うん、ああ、いいね。スイッチはだいぶ変わんない？ちょっと俯瞰図でちょっと遠くから見るか。うん、いやでもだいぶだよ。おー、いいじゃん。いい感じ、いい感じ。あ、これでいいんじゃない。だいぶこう、ちょっとこの感じ。なんかさ、おー、ちょっと結構そうだよ。巨大マリモみたいな人、ね、なんかマリモが動いてない。なにこれ、マリモッコリみたいな。な、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 これ、これ何、誰、誰、誰、あの、お客さん。え、待ってんだ。あー、もう買うよってこと。早く買えないかなって。え、な、あれ何実際。スライム。スライム、スライム、スライムなんていいの。いるよ。ねえ、彼女みたいに言わないで。彼女いるよみたいな。はい、倒した。あ、半角の黒なんだっけ。半角の黒はあれがある。ね、ウールだっけ。いや、半角の黒だと、半角じゃないんだけどね、多分。半、私がね、半角、編集でもしてるんかお前は。半、半、半分のね、これが一番黒い、ハーフブロックだと。ああ、あ、それ置いておいて、水置いてみて。あ、光らせると、光らせると、光らせたらなんか白がね、上向きそうじゃない？キイチ、光らせて邪魔だな、お前は。こうです。あ、でもよくない？あ、いい、いい、いい、うん、
マグシーだよ。あ、でもそこで見えたらマグシーか。そんな、いや、だいぶ自販機っぽいけどね。いい感じになった、うん、いいね。ピザ、これ何、この中は、皆さん、こうなってるんですよ。あ、まあ、手に入ったしたら、ちょっと自販じゃないって思われる。ここはね、スイッチからこう引かれてて、工夫だって思われるぞ。上から出てくる。上から来てるわけではないよ。あ、上からの、あれは全部あれです。違います。本当の自販機もそうですよね。まあね、陳列してるのが落ちてくるわけじゃないからね。そうね。まあでも陳列してる後ろに並んでるのが落ちてくる。うん、ちゃんとはしてる。うん、これに関しては別に陳列してるやつ関係ないから。そうっすよ。はい、ムーコルヌってちゃんと作れる方法教えてよ。いや、俺こっち擁護したつもりだったんですよ。そしたらな、こっちをけなす結果になってたの。いや、俺と P さんだってさ、いろいろ上から落ちてるの考えたんだよね。そうだね。落ちたら死んじゃうんだから。そんな上から落ちたら死んじゃうんだから。ゾンビって弱いですね。そうね。ゾンビ上から落ちたら死んだり、なんか、あ、そうなんだ、出てこなかったりするんだよね。そう、なんか足の具合でうまい具合で、あと一個一個にだって下に落ちるボタンつけたら下のゾンビにぶつかるし。確かに。人力で後ろでこう壊して落とすしかないじゃん。そうそうそう、自動販売機じゃないけどね、うん、その場合。広告がある。街灯作ってる人やぞ。街灯作ってるおじさんいんだよ、今、うん、UFO じゃん。どう、いや、どうだ。あれについてどうって聞かれて、あれ柱がなくなってる。だから UFO ちゃんつったじゃん。キイジが多分やってます。キイジ何も考えずにやっちゃった。電柱部分が全部取られた。今お前すごいよ。すごい、月と同じものができる。月と同じもの作って、あれ、街灯です。あれ何って思ったの。すごいな、ピーさん。え、でもこれで完成かな。そうだね。街灯は、街灯作る。街灯作るんだっけ。街灯作ろう。作ってたんだよ、さっき。街灯作りたいおじさんいる。今街灯作ってる。じゃあちょっと待ってね。最後、街灯作る作業ってね。え、これ何、黒曜石。黒曜石ちょっとあれじゃない。街灯の…街灯じゃなくて、街灯イメージと全然違うんだけど、外の塔のだけじゃない。外灯ってるだけじゃない。誰、落ちまくってる人たち。はい、ティーこれ、ティーあれじゃないの、たまごっちの墓じゃないこれ。死んだ時のめちゃくちゃ長いけど。あー、ちょっとわかる。あ、でも街灯ちょっと外から見てみ、この大画面で。黒い、ちょっとぽいぞ。確かにな。どう、うわ、ぽい。あれみたいな、あ、なんか携帯の電波の、ああ、電波が自分で、タノエル大作戦じゃないんだよ、今日ですね。10っていう数字みたいな。いや、いいんだよ。ピーさんこの黒いの上に、タバコとタバコの箱みたいな。ピーさん、魔法使いの杖、タバコっぽくないかな、これ。上の黒いのは、上の黒いのって、なんで上黒いの、ダーツの矢みたいな。いいよ、ちょっと埋めて、この人。あの、イチゴとエールとストローみたいな。いや、でも全然違くない。例えるのがトミーの生きがいだった。そんなに俺の人生クソかよ。何言って止めるだけ。これない方がいいよね、黒いの。じゃあ黒いのなくそう。いや、お前人が作ったのさ、許可取る前にさ、削ってさ、ない方がいいよねって言うのやめない。こっちの方がいいよ、裸で。じゃあ壊してていいよ。ね、壊すのかわいそうだからやめようよ。いいよ、やっぱり街灯っぽい、こっちの方。え、ちょっと壊すなよ。ねえ、ちょっと待って待って待って、何にもなくなってるじゃん。電気消えたわ。ちょっと誰かやってみよう。オッケー。じゃあ、うん、自販機の前に P さん立って、はい、はい、2人で買いに来た感じで、カンタと P さんが来て、キーチンは穴の中なんで、もう別に。キーチキチキはないの。キーチキチキはもう今日もミス。あの中、今日も大きなミス。カンタさんが、じゃあいいよ、じゃあキーチ買いに来ていいよ。え、ちょっと、あの、今行きます。どこに行った？キーチンはどこいんの。キーチ遅刻。今さっきカンタさんが掘ってた穴の中に落ちました。あ、今埋められたよ。え、一応ガラスにしといたから。あ、じゃあ見えるね。ちょ、キーチ来ないか、ちょっと喉乾いたから水飲んで。ちょっと水飲んで。じゃあ、だ、じゃあカンタが水受け取って、で、P さんが押して、はい、はい、じゃあお金入れて。お金入ればいいんですね。お金入れて、うん、じゃあ行きます。はい、はい。あれ来ないよ。あ、そうか、今クリエイティブじゃないか。あ、入ってます。詰まってんじゃない。いや、多分導線切れてる。いや、導線は反応してた。え、あれ、うまくいかないの。あのさ、うん、キーチがすごい場所を見つけてる。何、何、
何？いや、なんかマグマが溢れる場所地下、なんかいいんだよ、お前は。お前、地下帝国見つけなくていいんだよ。見つけてしまいました。現実やってくれ。これを用意する過程で作ったやつね。ああ、ちょっとじゃあもうみんなさ、あれやってて。俺、キーチンとこ行って見てくるから。でも、自販出ないよ。多分ね、まだね、あれが足りないんだ。敵の倒すやつが。ん？下にすごいね。え、落ちたら死ぬこれ。多分ね、マックス。いや、大丈夫です。あ、いて、あ、もう一回昼にしないで。待って待って、キイチ燃えてんだけど、キイチ何やってんの、お前。本当に死にます。みんながさ、自販作ってんだからさ。あ、やばい、ちょっと、あ、滅びる運命にあった。あ、キイチは滅びる運命にあったって出てくるわ。待って、俺が俯瞰で。俺じゃあ下いとくから、キイチを。キイチ、じゃあ入ります。待って待って待って、この表示消えて。キイチ、どいて、そこ。キイチ、どいて、どいて。はい、下っすか。あの動画の動画つない人が走り回ってるわ、今。ルイージみたい。じゃあ行きます。ルイージみたい。ルイージだよ。大丈夫。はいはい。あ、来た。おお、あ、一個変えた。やばい、キイチがガブって見えなかった。俺もいい、俺ももう一回かかって。おお、すげえすげえ。買いまくって買いまくって買いまくる。うん、じゃあみんなのも買うよ。みんなの買うよ。いらない。あ、なんか邪魔されてる。あ、やめてください。ナルトのあの感じにしよう。なんかその一人ずつ倒すみたいな感じでしょ。僕はちょっとジュース買いたいだけなんです。あれですね。ネジ、俺ネジがいい。俺ネジがいい。使うにすると、あ、出てくるんですよ。皆さんこれ押すと、あー来た、後ろが来た。やめてやめて。サスケ漫画の使いのやついるし。サスケ、ちょっとみんなどこ行ったの。戻れなくね。え、なんとか階段登っていこう。こっちにあんの。え、なんねえ、なんか俺が逃げる展開すごいんだけど。あ、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 やった。誰か落ちてる。ねえ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 、聞いて。どうしたの？俺さ、みんなにさ、これこうやってってさ、言う役だったじゃん。うん。今の状況見て。うん。俺ら、俺ら。その結果すごいんだけど。それ俺ら。あ、とんでもないもの。これお前らなの？うん。ちょっと待って、俺さ、待って待って、俺の後ろ 5体ぐらいのさ、やつが。あ、喉乾いたな。喉乾くな、お前。大事、いい成功ってこと。うーわ、ゾンビやられたわ、俺。いや、もう、おのおのあるんで、みたいな、やめて。そのゾンビは俺じゃん。おのおの、俺らまだあるんで、みたいな、やめて。もう、あそこ映ってないんで。来るな、来るな、こっち来るな。俺も最後、映る、こっち来るな。映ってないんだって、誰も。聞いてる、うっすらしか映ってない。もう、ゲームオーバーでしょ、行きたい。あ、俺も戻ってきます。俺も行きたい。ちょちょちょ、見てみって。あ、俺行きます。こっち行くんだ。こっち行くんだ。うっすらやってるよ。こっち行くんだ。え、ずるい、マジで。え、誰も映ってないよ、今。かまど投げつけてるのにめっちゃ追いかけてる。ちょっと映るじゃん。いや、ほんのちょっとよ、言っても。ありがたいことだよ。はいはいはい。あ、俺カポンもいろんなもの投げつけてる。やったやったやった。おい、何が、ゲームみたいな。おい、何があったんだよ、ここで。ゾンビと戦った後、イニシエの、なんか、戦的なことをやってたんだ。これを読み解く考古学者を見つけるわけ。なんかがあったな。なんか戦いがあったな、つってな。で、こう、何の意味もなく無造作に置いたのに、何か意味を見出そうとする。文字だ、とかです。はい、いいですか、皆さん、こっち見てください。はい、ということでね、今回、まあ、見ての通りね、自販機を作ったんですけど、はい、まあでも成功ではあるね、うん、なんか意外と、まあなんかちょっと調べてはあったんですけど、まあ意外とうまくゾンビが無限に出る自販機。確かに確かに、うん、まあなんかこういうなんか夢みたいな。初めてなんか久しぶりだね、こう作る系は。作る系でなんかさ、俺らは多分マイクラっぽい動画というよりはなんか、うん、普段動画でやりたいことをなんかマイクラだからっていうその、うん、ちょっとなんかアイディアでちょっとやっていけたらなと思うのでね、うん、これからもね、よろしくお願いします。まあ、今回緩くなっちゃうんですけど、日常の方の動画なので許してください。はい、はい、ということで、じゃあ他の水倉もよろしくお願いします。ありがとうございました。